はい、前回、もういいや、これどうでもいいんだ。前回ね、サーカスに人を運んでくれということでね、ここに人を運んでいるんじゃないかなと思うんですけどね。で、この前のこれがね、まだできてないんだよね。まあ、後回しにしようかなと思ってて、これをやりたいんだけど、ここにね、石を運んでくれと言われております。石はどこにあるのかね。Ringmaster is willing to hand over the もう tired うるす。bear to you for a supply of わかっ logs. たよ。He can use them to replace the rotten poles そ for れ the で？built up. それでどうしたの？それだけ？石をね、運んでくれっていうのをね、今やってんだけどね。ここに石があるんだね。いちいちバスとか使いたくねえからさ。どうしよっかな。車庫反対向きなんだよね。路線12。路線12。この貨車は何運べるやつかな。この貨車は何運べるのか分かるようにしてもらいたいね。緑のやつだね。これ。ああ、ダメなんだ、これは。そしたら、一回こうやって、これをこうやって、これを売っちゃう。そして、購入して、一番安い貨車を、長期機関車を。ああ、遅いな、これ。で、あとは、石を運べるやつね。これ、
まあ一番上のやつが安いんでしょうね。こっちが56、安いやつで80メートル。オッケー、購入。で、俺はね、これがまだ終わってないんですよね。この街の中に色のない建物があるはずなんだけど、色のね、ついてない建物を探さないといけないのね。これがね、わかんないんだよ。3つあって、2つはわかったんだけど、全く色がついてない小屋をね、探さないといけないんですけど、それがね、僕の目にはわからないんだよね。確かに見つけ出すとね、あ、屋根があるなっていうのがわかるんだけど、見つけるまでが、これバス停なんですけどね。バス停じゃダメなんだ。バス停は自分でつけたやつなんですけど、色のね、ついてない小さい小屋がね、どっかにあるはずなんですけどね。まあそれが見つけられないんだよね。これは青いよね、どう考えたって。本当にこれと同じ色のね、建物、これと同じ色の建物がね、どっかにね、しれーっと立ってんですよ。しれーっと。しれーっとね、立ってんのがわからない。まあ一回セーブして全部破壊しちゃえば、確実にできると思うんだけど、ちょっとそれはやりたくないな、みたいな。まあそこを分かんなくてもクリアできるんだと思うんだよね。まあそれでいいかなとは思ってんだよ。またいつか気が向いた時にまた同じところをやって済ませようかなと思っておりますけど、もうね、散々見てんですよ。散々見た結果、わからないと。もしかしたら最初はなくて、時間が経つと現れるのかもしれない。The geopolitical situation is coming to a head. Trouble is brewing on the eastern borders of the empire. Time is short. Hurry up. Get everything that's needed here quickly so that the railroad is completed on time. Don't time. 鋼鉄も運ばないといけない。
ってことは、この赤いところはまだ建設ができないっていうところなんじゃないかな。まずね、石と鉄を持ってこなくちゃいけない。石と鉄を持ってくるためには、まずここで鉄を作ってんので、鉄をこう運んできて、ここに持ってきているのがあるので、この、バイカルコ、これをね、なくすんですよ、一回。で、付け加えることによって、こっちを加える。これでね、鉄骨は運ばれると思います。で、石もね、運んでくださいということになってんですけれど、石はね、ここにしかないのかな。石は一箇所しかないのかな。石ちゃんは一個しかない。石ちゃんがないな。ここに今石が来てあるので、この石をね、向こうに運ぶってことですね。船を新しい路線でこことここを結ぶ。これが路線13。安い方、運ばれてきた石を向こうへ持っていくので、ここに側線をつけてですね、俺はやっぱりね、左側通行がいいので、
個人的にね。で、石を運びたいんですよね。あ、そっか、まだ作ってなかった。あ、間違えた。違うんだよな。これが路線15。これかな。ああ、もうなんでボタン間違えんだよ、お前はクソ野郎だな。これで石も運んでくれるはず。なんで石を運んでくれないのかな。何回か往復しないとね、運んでくれないんだよ。そういうもんなんだよ。これ石があります。
渋谷鉄道を作る前にね、道をこう繋いじゃった方がね、交通の行き来ができると思うんですけどね。まあ、冬になると氷が張ってね、その上を車で移動する国なんですけどね。色のついてない建物を探しております。多分ね、木とね、見間違えちゃうんじゃないかな。木の下にあるとかね。でも分かんないよね。何回や、苦手だよ。こういうの苦手なんだよ。あ、ここはバス停だよね、あれ。白い屋根を見つけたかなと思って、あれはバス停なんですよ。もっとさ、ちょっと分かりやすくさ、この森の下とかさ、あるのかな。もう諦めよっか。この2つだけ壊して諦めよう。明らかにこれは青とグリーンなんだよね。だから壊したくないのよ。眠いな。もうちょっと関係ないことやる。もう諦める。いろんなところにね、道を引いちゃう。そういうことをやっちゃう。もうこっからね、道をね、引いちゃう。こんな感じで。立ち入り禁止なんだ。
ルート16。ルート16。ちょっと待ってね。ここにね、両側つけて、で、各場所にね、反対側も設置して、この町だけ、設置して、それでまず9番の後にここを追加 OK。17。16と17に
投入。未来だけでいいよ。あ、人を運べる船がないの。人を運べる船がない。ふう、そうか、ダメか。無駄なことやったね。問屋が許さない。じゃあこれ壊しちゃう。まあ、ここは残しとこうか。石の運搬がうまくいってない。時間が来たんで、今回ここまで。